東京大学本郷地区キャンパス。東京大学本郷地区キャンパスは、東京都文京区本郷、弥生に所在する東京大学のキャンパスの一つである。東京大学の本部が設置されており、同大学の駒場地区キャンパス、柏地区キャンパスと並ぶ規模を持つ。本郷キャンパスあるいは、本郷地区とも呼ばれる。なお、本郷キャンパス及び、本郷地区は、 本郷地区キャンパスの一部である、本郷キャンパス、口実のみを指すこともあるので、意を要する。ほとんどの学部後期課程をこのキャンパスで履修する。また、府知研究所など、付属研究施設の多くが、本郷地区キャンパスにある。本郷地区キャンパスはさらに、本郷、弥生、浅野の3地区に分かれ、それぞれ本郷キャンパス、弥生キャンパス、浅野キャンパスと呼ばれている。 江戸時代、この地の大部分は、加賀藩城屋敷によって占められていた。加賀藩以外にもいくつかの藩がこの地に屋敷を置き、現在付属病院が設置されている場所は、富山藩、大正寺藩、弥生、浅野キャンパスは、水戸藩、安市藩の屋敷地であった。これらの屋敷地は、明治維新に際して、ほとんどが新政府に就航され、勧誘地となった。明治時代になり、 1876年、半屋敷の跡地に、東京医学校、東大医学部の前身が、移転、ついで翌1877年には、医学校と東京改正学校、神田二式町に、所在を統合して、法理文イオン学部からなる、旧東大学が発足した。その後、順次、神田から、法、文、理学部がここに、移転、1884から85年、 ついで法学部との合併により、司法省法学校が、工芸学部との合併により、工部大学校が本郷に移転し、1888年には、法医校分離後文化大学、学部の校舎からなる、東京帝国大学の校地として整備された。1889年、東大の校地に隣接する本郷弥生町、向ヶ丘、現在の弥生地区に、 第一高等中学校が一橋から移転、1894年には、第一高等学校と改称した、一高寮家、アー玉杯に花を受けてにも、向こうが丘にそそり立つうんぬんと歌われた。また、明治政府による判定の就校後も、前田家は、かつての広大な屋敷地のうち、南西の一角を所有しており、当主である公爵、前田と成が壮大な邸宅を構えてた。 1923年、関東大震災による校舎、施設の壊滅で、一旦は代々木など他地区への工事移転が検討されたものの、結局東大はこの地区に存続することとなった。1926年には、前だけから、屋敷や庭園を含む所有地、現在の海徳館、同庭園、総合研究博物館、東洋文化研究所などの敷地を譲り受け、代わりに、 前だけは当時駒場に所在していた農学部の農場の病状とされ、同地に邸宅を移転した、現、駒場公園。ついで1935年、駒場の農学部が、向ヶ丘の一校と高地を交換する形で、本郷に移転した、その後駒場の高地は、戦後の一校の包括により設置された教養学部が継承し、駒場アイキャンパスとなっている。 さらに1941年には、現在の浅野キャンパスを高地として取得し、本郷地区キャンパスは、現在の形になった。法学部、医学部、工学部、一部は浅野キャンパス、文学部、理学部、一部は浅野、駒場合キャンパス、経済学部、教育学部、薬学部人文社会系研究科、教育学研究科、法学政治学研究科、 経済学研究科、理学系研究科、一部は、浅野キャンパス、工学系研究科、一部は、浅野キャンパス、医学系研究科、薬学系研究科、情報理工学系研究科、情報学館、学際情報学府、公共政策学連携研究部、公共政策学教育部医学部附属病院、理学系研究科附属遺伝子実験施設、 医学系研究科付属疾患生命工学センター、医学系研究科医学教育国際研究センター、東洋文化研究所、社会科学研究所、資料編纂所、総合研究博物館、環境安全研究センター、留学生センター、大学総合教育研究センター、保健センター、素粒子物理国際研究センターなど、本郷地区とも呼ばれる。 東大の中で最も有名なキャンパスであり、赤門や医学部附属病院、夏目漱石の三四郎で描かれる池、育徳園新地地、通称三四郎地のほか、安田財閥の祖である安田善二郎が寄贈した安田行堂、正式名称東京大学大行堂がある。本郷キャンパスは、上述のように、江戸時代に加賀繁盛屋敷があった場所であり、赤門、 三四郎池などにその名残が見られる。また、同キャンパスは多くの歴史的建造物を有しており、東京大学の建造物本郷キャンパスを参照。これらの建物群のある本郷キャンパスを東京大学総合研究博物館では重厚な安定した日本有数のキャンパスと評価している。現在の本郷キャンパスの原型は関東大震災後に出来上がった。 震災前の校舎の大部分は関東大震災で倒壊したため、内田正蔵、工学部教授、後の総長を中心に復興計画が立案された。正門と安田高堂を結ぶ銀乱並木は本郷キャンパスの象徴的景観となっているが、これも内田のキャンパス計画によるものである。内田は本郷キャンパスに類似のパターンの建造物を多く残し、それらは 内田ゴシックと呼ばれている。東京大空襲の時は、海徳館、旧舞武邸宅が炎上した以外は被害を受けなかったため、内田ゴシックの建物群は、現在も同キャンパス内に残っている。既存の建物の外観は残したまま、内部だけを改装した建物も多い。また、最近は新しい建物も増えてきている。農学部、農学生命科学研究科自身研究所、 分子細胞生物学研究所、アジア生物資源環境研究センター、インテリジェントモデリングラボラトリー、東京大学附属動物医療センター、弥生行動、食の安全研究センター、農学資料館など、弥生地区とも呼ばれる。また、農学部があるため、農学部構内と呼ばれることもあるが、実際には、その他の研究施設も多く存在する。 本号キャンパスの北に隣接しており、両キャンパスを隔てることと異どり、学内では、ドーバー海峡と呼ばれるには、校内歩道橋がある。春以降になると、川津がうるさい。また、初夏には、栗の花の匂いが立ち込め、秋には、銀南の実が大量に地面に落ちて、悪臭を放つ。弥生キャンパスは、1935年に農学部が、 第一高等学校と敷地交換したことによって設置されたキャンパスである農学部はそれまでは現在の東京大学駒場地区キャンパスの位置にあった。1953年にはキャンパス内に応用微生物研究所、現分子細胞生物学研究所が設置され、1963年には地震研究所が本郷キャンパスから移転してきた。また将来的には、 法学部も施設面積を拡大するためやよいキャンパスに移転する構想がある。また、野球場もやよいキャンパスにある。観覧席及びダッグアウトが国の登録有形文化財に登録されている。国際従益事務局アジア太平洋地域事務局もキャンパス内に置かれている。八校の没後80年の命日である2015年3月8日。 農学部正門を入ってすぐ左に八甲と上野秀三郎博士像が混流された。八甲は当時東京帝国大学農学部教授であった上野博士に送られ、農学部当時は駒場にあった絵の通勤や渋谷駅からの出張に送り迎えをしていたという。しかし、買い始めてから1年半ほどの1925年5月21日、上野博士は 大学校内で救世した。それから蜂が死ぬまでのほぼ10年間、朝夕に渋谷駅に通い、博士の姿を探し求めたというエピソードがよく知られている。この像は、待っていた蜂と上の博士が出会い、互いに喜んでいる様子を表現したものであり、人と動物との愛情溢れる関係性を示している。工学部、一部理学部、一部理学系研究科。 一部工学系研究科、一部情報基盤センター、低温センター、アイソトープ総合センターなど、浅野地区とも呼ばれる。1941年に新たに取得されたキャンパスである。第二次世界大戦後、急速に規模を拡大し、本号キャンパス内だけでは、施設面積が不足していた工学部の施設が主に建設された。このキャンパスにある建物の多くは、 高度経済成長期に建設されたものであり、本郷地区キャンパスの他地区、本郷弥生のような歴史的建築はほとんどない。現在、学部の施設としては、工学部9.1012号館と理学部3号館がある。理学部3号館には、天文学科、地球惑星物理学科、生物科学科が入っていたが、1997年より、本郷キャンパスの理学部、 1> 新一号館に順次移転が行われている。現在、天文学科、地球惑星物理学科は大部分が一号館に移転し、一号館東棟完成後は、生物科学科も本郷キャンパスに移される予定である。また、弥生時代の名称由来となった弥生時は、浅野キャンパスの一角から出土しているという説があり、敷地内に石踏みが建てられている。なお、 茨城県東海村にある東京大学所有の高速中性子、源のろ、弥生の名称は、浅野キャンパスに原子力工学関連の施設が多いことに由来する、浅野キャンパスの所在地名は弥生である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。